皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の9月の11日、9.11 ですね。金曜日ですね。時間がまた遅れまして、午後7時25分ということです。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップされてますように、共同通信のイスラム教対キリスト教、イスラム文明対西洋文明の二極対立を煽る配信記事に騙されるなというのが今日のメインテーマですね。で、先ほども言いましたように今日は9月11日というのは2001年9月11日14年前にいわゆる米国同時テロというのが発生した日ですね。で、それにちなんでですね、共同通信が配信記事を、簡単な短い配信記事なんですけど、今日のメインテーマとつながるようなですね、配信記事を報道してるんですね。で、それは何かというとですね、米中枢同時テロから14年、イスラム国脅威続くと、9月11日共同通信。で、乗っ取った旅客機4機でニューヨークの世界貿易センタービル2棟などに突っ込み、約3000人が犠牲になった2001年の米中枢同時テロは11日発生から14年を迎えた。欧米の若者を引きつける過激派組織イスラム国がシリアなどで大きな脅威となり、内戦から逃れたシリア難民の流入に欧州が揺れる中、世界はこの日を迎えたと。米国ではボストンマラソンを狙った13年のテロ事件以降、大規模テロは起きていないが、米国が主導するイスラム国総統に参加している隣国カナダでは昨年、米連邦議会議事堂が標的となるテロが起きた。脅威と不安は消えないという共同通信ですね。で、今日のメインテーマが、このような共同通信のイスラム対キリスト教、イスラム文明対西洋文明の二極対立を煽る配信記事に騙されんなと。この二極対立っていうのは、イスラムが過激化して、イスラム教の過激化テロリストが、いわゆるキリスト教あるいは西洋文明に、テロで対抗してんだということをですね、記事の中で、宣伝するというのは全くの間違いだと。ということなんですね。ということで、シカゴさん、コンティニューコインありがとうございます。アイテムお願いしますということですね。それから土山純一さんですね。毎日ありがとうございます。お茶が、5杯とコンティニューコイン2枚ですね。それから、シルトグさん、コンティニューコインですね。パチ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 ということですね。それから昨日の放送の後、コメントしていただいた、砂ずきんさん、衆議院選挙の不正疑惑、システムを独占している武蔵の社長、自民党に献金ですよ。武蔵関係で過去に選挙無効もと、真実を探すブログということですね。ということで、あとヒトラーはロスチャイルドの孫と、これは昨日取り上げましたっけね。アドルフ・ヒトラーのウィン・ロスチャイド家の当主、ソロモン・メイヤ・ロスチャイド男爵の孫だと。ですから、ヒトラーのお母さんが、このロスチャイド家の、女中さんみたいなのをしてたということらしいですね。ということです。シカゴさん、放送中ですね。メインテーマをリツイートしてくれましたね。それで今日の、放送原稿の最初からいきますと、今日の配信結果ですね、情報配信結果ということで、先ほどこのコメント欄にも2つに分けて、投稿したんですけど、2007年9月開始の、私のブログですね、杉並からの情報発信です。今年でちょうど8年なんですかね。
トータル閲覧者数、閲覧数、ページビューが昨日時点で1112万9千件になったと。これはあれですよね、訪問者の方がこのブログで何ページ読んでくれたかと、あるいは何ページめくってくれたかということなんですね。それでトータル訪問者数 IP が410.2万となったということで、約3ページ弱読んで、めくって読んでくれているということですね。それからこのネットテレビワイワイニュースライブの放送回数が正確には一昨日ですね、1723回となったと。今日のあれが1724回ですね。ですから昨日でいいんだ。ということで、毎回中継と録画で1000名ぐらいの方が視聴されているということなんで、まあ、単純計算ですと開始以来3年間で 172.3 万名ぐらいになるということですね。8周年記念おめでとうございます。ありがとうございます。ということですね。まあこのツイキャスっていうのはもうほとんど若い人なんですね。10代の若者がコミュニケーション手段として使っているという、この私みたいなんですね、名物キャスターですね。あ、そうですかね。このジジイがですね、こういう固い政治マター、経済金融マターを毎日放送しているというのはまずいないと思うんですよね。ということです。それと今日の最新のお知らせですけど、明日土曜日は毎週土曜日お休みなんで放送はお休みと。で、明後日日曜日、9月13日は午後2時3時で、ワイワイニュースライブ週刊レポートということで、1週間のまとめをやってんですね。ということでぜひまたご覧いただきたいということです。明日お休みで、明後日日曜日午後2時3時で、ワイワイニュースライブ週刊レポートと。そして来週はいよいよ決戦の時で、週なんで、今のスケジュールだと、9月の16日に、公聴会、地方の公聴会をやると。15日が中央で、16日が横浜かなんかで、公聴会をやると。で、17日、参議院の特別委員会で強行採決して、その日のうちに参議院に送付して、強行成立させるか、あるいは18日ギリギリ金曜日になるかと。で、来週になると連休になるんですよね。それで会議が27日ということで、60日ルールを使わないという前提で、自民党はかなり切羽詰まったですね、スケジュールになっちゃってる。安倍の方はですね、かなり、ギリギリまで、伸ばされると、当然ながらですね、というスケジュールなんで、また、私も16日か17日、8日ごろ、国会前に行って、ネット中継したいなというふうに思いますね。から、承認取り消し、辺野古、再開直後にということ。尾長県知事表明、14日にも承認、月曜日ですね、タイミング的にはいいんじゃないですかね。ということですね。土山さんですね、お茶ですね、ありがとうございます。それで今日の、画像はなくてですね、今日の推薦映像ということで、これは何回か取り上げたんですけど、かつてですね、ちょうど911、今日14年前の 9.11、 今日例の米国同時テロが起こったと。これはまあ完全に自作自演なんですね。アルカイダに見せかけて、いわゆるブッシュ政権、チェイニー副大統領、ラグズベルト防衛長官、国防省、そして、ウォルフォービッツ、
こいつが悪いんですよね。この対テロ戦争で世界唯一の軍事大国になった米国は、対テロ戦争を口実にして、世界を支配するという基本構図を作ったのがウォルフォビッツっていうユダヤ系の、ネオコンですよ。で、彼はなぜかその後世界銀行の総裁になっているということですから、彼らアメリカの支配層っていうのは軍事畑、いわゆる軍事マフィアが金融マフィアのところに行ったりして行ったり来たりしてるんですね。アミテージっていう、あれは海兵隊の軍人ですけど、彼は国防省の次官補かなんかになってるんですね。副長官か、そうですよね。それからネイっていうのが、彼が国防総省の次官補になってるんですね。ですから彼ら支配層の中では軍事畑が金融畑に行ったり、金融畑が軍事畑に行ったりという自由なですね、交流を、してるということで、今日の推薦映像というのはこの YouTube 映像でロックフェラーは911を予告してたと。で、アーロン・ルッソ監督の証言という有名な映像があるんですね。で、これをぜひ皆さんに見ていただきたいということで、あと全文の書き起こしもですね、この原稿にしましたんで、放送原稿の中にアップしましたんで、ぜひこの放送後、ブログに全部アップしますんで、ぜひ、お読みくださいということですね。それでウィキペディアからの抜粋でニコラ・ロックフェラーとの会話っていう項目があるんですね。で、そこだけちょっと読みますと、アメリカ自由からのファシズムが話題となった後、ルッソーは、アラン・ルッソーっていうのはアメリカの有名な監督兼、映画プロデューサーなんですね。で、アメリカ自由からのファシズムが話題となった後、ルッソーはジャーナリストのアレックス・ジョーンズのインタビューに答え、その中で旧知の友人ニコラス・ロックフェラーとの会話の内容を暴露したと。ルッソーによると、ロックフェラーはアメリカ同時多発テロ事件の11ヶ月前の時点で米国でアフガニスタン侵攻やイラク戦争のきっかけとなる事件が起こることをすでに予告していたという。そしてロックフェラーは同時にその事件後に起こる米軍侵攻のすべてが巨大なでっち上げであるとも語ったという。この会話を発表した半年後、これは2007年なんですね。彼6年前から患っていた膀胱がんによりルッソーは死亡したと。そうなんですね。このインタビュー記事が2007年の1月ですよね。で、その年の7月に、膀胱がんで亡くなっちゃったということで、トークショー司会者のアレックス・ジョーンズは、アーロンが密かに自分はずっと脅迫されていたから、がんは攻撃によるものだと思うと語ったということですね。彼は若くして死んでったんですよね。ということです。これを今、コメント欄にアップしますので、ぜひまだ見てない方はですね、ご覧いただきたいということで、アーロン・ルッソー、彼本当勇気ありますよね。殺されてもいいんだという覚悟で、このインタビュー受けたんですね。これですね。から安倍政権は戦争法案を強引に成立させようとしているが、マスコミや野党の協力でここまで来たんだという桜井ジャーナルさんの最新の記事ですね。ということです。それから今日の一言、これは世界三大投資家の一人ジム・ロジャーズ、彼の最新の発言なんですね。これは今発売中の週刊じゃないや、週刊現代か。週刊現代に載ってる記事なんですね。どこだ？これか。ジム・ロジャーズ、私は日本株をすべて投げ打ったと。ここですね。ジム・ロジャーズ、私は日本株をすべて投げ打ったと。ということで、彼が今年の8月の末に北京に現れたということで、
中国の報道機関のインタビューを受けるために、今年8月末に北京のホテルに現れたらしいんですね。で、その時に彼が言った言葉っていうことがあるんですね。で、私が思うに世界に金融危機がそろそろ爆発しそうだと、早ければ今年の秋にも爆発する可能性があると。もう秋ですよね。で、私はもう米国には何も投資はしていないと。すでに米国の株価は史上最高値を通り越してしまったからと。で、私は日本株も投げ打ったと。金融恐慌の爆発が間近に迫っているということだと。皆さんも気をつけた方が良いよということなんですね。ということで、まあ、彼、ジム・ロジャーズが言ってる最新の言葉、間もなく金融恐慌の爆発が起こると。で、自分はもう手締まりしちゃったと。日本株を投げ打っちゃったと。で、皆さんも気をつけた方がいいですよと。いう忠告をしているということですね。シカゴさん、ロックフェラーの友は911を事前に予告したと、アラン・ルースを1、2ということですね。それで今日の映像全文書き起こしっていう、まあ、新たなコーナーを設けて、アーロン・ルッソーの会話内容を書き起こしたものがあるんですね。で、これはブログ「真実と嘘の境界線」というブログに、まあ、アップされてたんですね。で、私もかなり前に全文の書き起こしを自分のブログの中にアップしたんですけど、ちょっと探せなかったんで、これを見つけたんですね。で、まずこの URL を最初に貼り付けますんで、マイナス15、これですね。コンティニューコイン、砂ずきんさんが2枚ですね。恐慌には何を備えたら良いんでしょうかという。だからまずあれですよね、金融口座が閉鎖される危険性が大きいですから、銀行預金を全部静かにですね、騒がない、引き出す、現金を引き出しちゃうと。せいぜい1万か2万置いてですね、他は全部手元に置いておくということだと思うんですね。で、ギリシャあるいはキプロス等々で金融恐慌になった途端ですね、預金口座を封鎖しちゃうんですよね。で、せいぜい ATM で1日5000円しか出せないとかですね、自分の預金があるのにも出せなくなりますので、事前に現金を手元に置いておくと。で、不用心ですんで、ちょっとしっかりした金庫を買って、重い金庫を買って、そこに、保管していくということでしょうね。それから銀行の金庫に、まあ、いろんな、株とか債券とか宝石とかゴールドとかを、まあ、預けてらっしゃる方がいらっしゃれば、それは全部手元に置いといたわけですね。金融恐慌になると、その貸金庫も自由に開閉できなくなっちゃうんですね。ということですね。シュウさんですか。お茶ですね。ありがとうございます。
それで、このインタビューですね、全文非常に長いんで、ちょっと重要なところだけ端折ってですね、読みたいと思うんですね。これはアレックス・ジョーンズというプリズン・プラネットの、いわゆる独立系のネットジャーナリストですよね、有名な方。彼のインタビューに答えたんですね。2007年の1月。で、8月24日に死亡したんですね。膀胱がんで。で、6年前から膀胱がんを患ってたということなんで、本人が、アレックス・ジョーンズに言ったのは、前から脅迫されたんで、攻撃によって、がん攻撃を受けたんだろうというふうに、生前言ってたらしいですね。それでインタビュー、まずどのようにロックフェラーと出会ってこういう話をすることになったんですかと。で、アーロン・ルースを、私の女性弁護士がロックフェラーの一人が会いたがってると言ってきたんだと。で、私は怒り狂ってという映画を作った後で、彼はそれを見て私に会いたいと、私は私でちょうどネバダ州知事選に立候補、1998年頃していたんで、じゃあぜひ会いましょうと。で、会って話をして、僕は彼を気に入ったし、彼はとても聡明な男だと。で、ニコラ・ロックフェラーっていうのは、いわゆるロックフェラーの当主である、デビッド・ロックフェラー、今、今年100歳らしいんですけど、彼の甥なんですよね。で、弁護士で。で、中国のロックフェラーを代表しているということなんですね。で、彼はとても聡明な男ですと、2人で話し合っていろんな意見を交換したんです。その彼が9.11の11ヶ月前にこれからある出来事が起こると言ったんですと。それがどんな出来事かは言わなかったけれど、その出来事ゆえに我々はアフガニスタンを侵略して、カスピ海から石油のパイプラインを引くし、イラクを侵略して石油を確保し、中東に米軍基地を構築して、あの辺をニューワールドオーダー、新世界秩序に取り組むこと、それからベネズエラのチャベスをやっつけるんだと。そしたら彼の言った通り9.11が起こってと。で、彼は米兵がアフガニスタンやパキスタンの洞窟を探し回ることや、対テロ戦争が始まるけど本当は敵なんかいないし、それらは全部巨大なでっち上げだと話していましたよと。政府がアメリカの人々を支配するための手段だって、インタビューは彼がでっち上げだって言ったんですねと。アロン・ルースを、そうです、確かにそう言いました、対テロ戦争になるって笑いながら、9.11が起こってその後何も起きてない、我々のセキュリティが素晴らしいから9.11を実行したような連中が同様のことをできないとでも思ってんですか、冗談じゃない、そんなの馬鹿げてますよと。9.11は我々自身の政府職員や金融業界の人間たちがアメリカ市民に恐怖を植え付け、彼らに従属させ、彼らがやりたい放題できるようにするためにやったことなんですと。あれはそういうことだったんですよと。で、この戦争、終わりなき対テロ戦争を作り上げた、それが最初の嘘だったと。お次はイラク攻撃だと。サダム・フセインをやっつけるんだ、大量破壊兵器だ、で、それが次の嘘だったと。インタビュー、これ、インタビューは、これは6年ちょうど前のことですねと。9.11の11ヶ月前で、弁護士でもあるニック・ロックフェラーが、それ以前からあなたの友人だって、彼がある大事件が起きて、その結果永遠に続く対テロ戦争になるんだと言ったんですよと。アロン・ルースを、そうです、永遠に続くと。敵が存在しない戦争が、だから勝者も特定できない。誰が勝ったかなんて言えないんです。だって倒す敵がいないんだもん。だから戦争は延々と続くと。その間彼らはやりたい放題だと。アメリカ市民や恐怖で縮み上がってと。いいですか、この対テロ戦争というのは詐欺です、茶番なんですよと。これを声に出して言うのは容易なことじゃない、なぜってみんなおじけづくんです。で、言うと気違い扱いされる。でも真実は暴露されねばならないと。だから私はこのインタビューを受けてるんです。紛れもない事実は、対テロ戦争は詐欺で茶番だということ。ええ、イラクでは戦争をやってますよ。我々が侵略したんだから。
みんなあそこでは戦っていると。でも対テロ戦争はジョークだと。9.11 に何が本当に起きたのかを、誰が犯人かを理解するまでは、だってそれが対テロ戦争が始まった原因なんだから、そこから発生してるんですからねと。9.11 がこれを始めさせたんだから、その9.11 の根っこを、9.11 の真実を把握しなければ、この対テロ戦争は絶対に理解できませんと。インタビューは、昨夜話したけど、あなたが州知事選で 30% 票を取るだろうと、効果を上げられる人で怒り狂ってを作ったし、彼らはあなたが憲法党を作ったことも知っていたし、活動を通していろいろと成し遂げられる人で映画も作ったし、他にも成功してたから、ロックフェラーがあなたをリクルート採用することにして、僕は君は僕ら仲間になるんだから心配するなと、君の体内に埋め込むマイクロチップがちゃんと俺に触るなって言うからってあなたに話したって。アーロン・ルッソ、ええ、確かにリクルートしようとしたんだけど、採用 とかもうちょっと微妙なんですが。インタビューどんな具合だったんですか。アーロン・ルッソ、私たちは友人として家の行き来しもし、夕飯を一緒に取って話したり、いろんな仕事の投資のことや、僕がカウンシル・オン・フォーリン・リレーションズ CFR、 外交問題評議会に入りたいかどうか、入りたいなら推薦状がいるよとか、いろんなことを話しましたと。でも僕は彼に言われるようにならなかった。それは僕の生き方じゃなかったから。ニック、君のことは好きだけど、僕らは垣根の反対側にいるんだよと。人々は自分の奴隷にするなんて僕の信条じゃないと言いましたと。インタビューは、彼はやるよとか、それが彼ら人々のためだとか言ったんですかと。アーロン・ルッソ、うん、そうではなく、なんというか、彼ら一般市民が何だって言うんだと。なんであんな連中のことを心配するんだよと。君にとってどんな違いがあると。自分の人生を大事にしろよと。自分の家族にとっての最善をやるべきだと。残りの人間どもは何だって言うのさと。何の意味もないぜ。彼らはただの人間で我々に奉仕してるのさって。それにニックの考えは思いやりの欠如で、僕はそんなふうには考えられない。冷たいっていうか、そう冷たい。彼に聞いたんですと。それ一体何になるんだと。君はあり余るほどの財産を持ってるし、十分すぎる権力もある。そんなことをして一体どんなメリットがあるのかいと。何か最終目的は何なのって。あれは最終目的は人々にチップを埋め込んで社会全体を支配することだと。と銀行家エリートや知事なんかが世界を支配できるようにと。それで僕は CFR の全てのメンバーが君と同じことをやってるのかと聞きました。彼はいや、そうじゃない、大半は正しいことをしてるよと言いました。社会主義的に見えた方がいいから、我々はみんなに社会主義は実は資本主義だって気づかせないと。アメリカは社会主義国になりつつあると、実は今や共産主義になっていると。彼の家で彼が語った一つのことは笑いながら話したんだけど、ウーマンリブは何だったと思うって。その時僕は型にはまった考えで、女性は働いて男性と同等の 給料を得る権利があると思うし、ちょうど女性たちが投票権を勝ち取ったのと同じさと言ったら、笑い出してお前はバカだねと。あれが何だったか教えてやろう。俺たちロックフェラーが資金を出したんだよと。俺たちウーマンリブを後押ししたんだと。俺たちロックフェラー財団が全部の新聞やテレビで取り上げたんだと。どうしてか知りたい。理由は2つ。一つはウーマンリブ以前は人口の半分に課税できなかった。二つ目は母親が仕事に行くので、今や子供たちは早くから学校に通う。だから子供たちを家族から引き離して、子供たちの考え方を好きなようにできる州が、州の職員、教師が自分、子供たちの家族になる。それらがウーマンリブを主要な目的だったと。それまでの僕の考え方ではウーマンリブはとても高潔なことだった。でもその裏にある意図を知ったとき、どういう背景かと、なんでやったかが見えたとき、僕が高潔だと思ったことの後ろに邪悪を見ましたよと。インタビューは、グロリア・スタイナムともう一人がウーマンリブの雑誌ミセスに CI が資金を出していたと認めたことを知ってますかと。アーロン・ルッソ、いや知りませんでした。それは聞いたことない。 CIA がミセスに死に資金を出したんですかと。インタビューは、女性に課税すること、家族を壊すことを目標として言明しつつ、 CIA がミセス氏に資金を出したんです。アーロン・ルッソ、本当ですかと。それは聞いたことなかった。まあでも
ニックに言われたから CIA が関係したのは知ってたけどと。インタビュアー、グロディア・スタイナムは CIA があなたが女性を助ける手伝いをしたいと言った。それで資金を出してくれたと誇らしげに言っていましたよと。もちろんその運動を分裂させて征服したわけだけど、それにもともと女性はいろいろひどい目に遭ってきたけれど、彼らエリートは彼女たちを助けるどころか、実はもっとひどい目に遭わせて彼女たちから男を取り上げたんです。黒人社会を見てごらんなさいと。50年前には私生児の割合は 10% だったけど、今や 90% 以上です。福祉と来たら政府からお金をもらおうと思ったら家の中に男がいちゃまずい。家族がこのようにすっかり崩壊させられ、総人口で見ても私生児の割合は 50% 以上です。アロン・ルッソ、ロックフェラーとの付き合いの中で私たちは互いの考えや人生観などと語り合い、私は彼に仲間になってほしかったと。私が CRL の CFR のメンバーになることを望み、私にいろんなビジネスチャンスを与えようと言い、過去私が続けてきた戦いをやめるようにと。彼は人々のために戦いに一体どんな得があるんだという姿勢でした。私は映画界でとても成功していたし、真実を何か本当に起こっているのかを見つめて、それを人々に伝えようとしていたと。彼は人々に向かって発言する代わりに彼らの仲間になってほしかったと。僕が人々を揺さぶって動かすことのできる人間だから、彼らに対抗するよう自分の仲間にさせたかったと。簡単なことです。私をリクルートした。でも私はそれに乗らなかった。インタビュー、彼は怒りましたかと。アロンの人、いいえ、ある時彼は仲間になったら ID カードをあげるから、アロンチップ KMA って書いてあるチップと言ったんです。 KMA って何だいと聞くと、キスミアスと、俺のケツにキスしろさ。誰でも警官とかがお前を止めようとしても、そのチップや ID カードを見せればもう邪魔はされない。俺たちは仲間なんだから。それからなんで他のやつらのために戦ったりするんだ、どうしてだい。彼らは支配されるべきなんだ。彼らは君が支持している憲法っていうのはほんの少数の者のためなんだと。ほんの少数だけが生きられるものなんだと。裁量社会は全てを支配するエリートに導かれたものと俺たちは信じていると。だから俺はとてもそんな風には思えないと。神が僕をこの世に生み出したのは、僕が人間としてベストを尽くせるようにだと信じている。それは全ての人間に言えることだと。君は他の連中の奴隷や羊になるためじゃない。どうして君が全てを支配したがるのか分からない。なんでそんな必要あるんだと言ったんです。CFR の人たちがみんなニックと同じ考えなのか聞いてみるけど、答えはノーです。彼は社会主義が一番と思っていて、正しいことをしていると思っていると。でもトップにいる人間たちは、他のメンバーは真実を何が起こっているのか分かってないと。タララザーみたいに CFR にいる2、3000人の人たちは何が起こっているのかなんて分かっちゃいないと。彼ら CFR に加入したのはそれが目あることだからですよと。彼らの仕事は仕事から有益だろうとかそう考えている。本当はどんなことが起きているのか、そこに CFR から発生している悪事なら彼らは知らないんだと。僕から見て今存在する最悪の弊害といえば、911に起きたことはペテンだということです。私たち911の真実を全然分かっていませんと。インタビューは そこをもうちょっと伺いたかったんですが、ニックはあなたに何が起こるのかを11ヶ月前に話した。911が起きた時に何を思いましたか、どこにいてロックフェラーや彼に言われたことを考えましたかと。アラン・ルッソ、実は僕はタヒチにいたんです。息子が電話してきてツインタワーが攻撃されて崩壊したって。僕はタヒチで寝ていたんです。飛行機が突入したと言われて、僕がいたところにはテレビがなかったので、島の反対側まで行ってホテルでテレビを見たんです。それが何が起こったのかは目にした最初でした。それがニックが言っていることだとはすぐには気がつきませんでした。でもアフガニスタンを攻撃するとかイラクへ展開していくにつれ、これが何だったのか分かったんです。ニックと僕はいろんな話したけど、その中の一つ彼が言い出したんだけど、世界人口を減らすということ、世界中に人間が多くすぎるということを話した。味方によっては僕も同感だけど、だからといって僕は自分に誰が死んでも誰が生き残るかを決める権限なんではないと思っている。でも彼らは世界の人口を半減させなきゃいけないと考えていると。そして彼はある時、イスラエルとパレスチナの問題解決がとても厄介だと言い、実はイスラエルをアリゾナに持ってくるというアイデアはどうかと思っているんだと言ったと。イスラエルのみんなに100万ドルずつあげて移動させ、アリゾナ州の中にイスラエルを作るんだと言うんです。インタビュー、信じられない。あの嘘、あそこの問題を終結させるために、
ある意味である問題は彼の担当ではなかったけど、彼はその問題をコントロールしていません。インタビューはニック・ロックフェラーがこうした一連の話をあなたにした911が起きた後だ、彼に会いましたかと。アレン・ルソー、いいえ会ってません。でも彼が僕に兵士たちがオサマ・ビン・ラディンを追って洞窟を探し回ると話したことは言いましたよねと。インタビュー、それがみんなアロン・ルッソペテンですよと、全部やらせ詐欺行為です。インタビューは、彼は笑ってましたが、それとも冷たい口調だったと。アロン・ルッソ、あれは笑いに近かったですね、冷笑というか、笑ってそういうもんだよと、なんて、みんなバカなんだと、俺たちは何でもやりたい通りできるというのが全文ですって。ということです。ですから911は完全にやらせだと、自作自演だと。ロックフェラーはじめとしたいわゆる金融資本プラス、ネオコン戦争派プラスイスラエル、シオニスト宗教マフィアプラスサウジアラビアなどの産油国独裁王国が仕掛けた、自作自演だとこういうのが真実だと思いますね。マイナンバー制の先にあるものがおそらくチップの埋め込みなのでしょう。だからこれも安保法制と同じくアメリカの支配者から安倍が指令されたものでしょう。そんな気がするのはまさにそうですね。石毛さんからシカゴさん、あなたも家畜計画進行中、マイクロチップ埋め込み欧州の全国立病院で開始と、マイナンバーその布石と。これはちょっとこの欧州で全公立病院でのチップの埋め込みが開始っていう情報源がないんですよね。ブログでは紹介されてますけどね、それとネットで拡散、堤防撤回は民主党の、事業仕分けの姿勢が完全なデモと。これはやらせですね、リテラーですね。民主的にやられた政権をテロとの戦いと捏造し潰す国連と決議なしの有志連合と。スマズキンさん、シカゴさん、記録的洪水が起きているのに安倍首相は災害対策を答えもして、外務省自衛隊幹部と安保法制答弁の口裏合わせと。リテラーですね。杉来さん、コンティニューコインですね。シカゴさん、中国南京市に訪問した際、経済危機は終わってないと、現時点、株式を買わないと、ジム・ロジャースと、ということですね。それからシカゴさん、エンブレム問題、森喜朗の共犯は組織内にいる電通社員、背後には五輪利権を支配する巨大広告代理店の主役だと、リテラですね。ということで、このアーロン・ルッソーが命がけでインタビューで暴露したことを再度できるだけ多くの人に、この情報を拡散していただきたいということですね。で、今日のメインテーマにつなぐんです、続くんですね。で結局今日のメインテーマ、共同通信が先ほど読みましたけど、米中枢同時テロから14年イスラム国脅威続くということで、イスラム過激派がイスラム教とキリスト教、イスラム文明と西洋文明、の二極対立を煽っているという記事を配信してるんですね。それでまあ私が繰り返して言ってますけど、報道機関を偽装した世論誘導暴力機関であると、共同通信だと。で14年前の今日2001年、9月11日に米国で発生したカッコ付き米国同時テロの首謀者を相変わらずイスラム過激派アルカイダであり、14年後の今もイスラム過激派イスラム国がシリアやイラクで重大な脅威となり、内戦を逃れる大量の難民がヨーロッパに流れ込んでいるという世論誘導報道を垂れ流しているんだと。この共同通信の記事、配信記事には、世界はイスラム過激化によってイスラム対キリスト教、イスラム文明対西洋文明の二極対立がますます激化し、
世界中が混乱を巻き込まれていることを宣伝していると。でも共同通信はこの二極対立が世界支配層によって意図的に仕組まれているということは決して言わないんですね。イスラム過激化がいわゆる西洋的な価値観を持っているものに対して、あるいはキリスト教に対してものすごい敵意を持って、拉致したり首を切ったり、あるいは侵略したり支配したりしているということをそのまま垂れ流しているんですね。で実際は何かということなんですね。で実際は要するに二極対立を煽るっていうのは世界支配層がこの間ずっとやってきたことなんですね。で一番最初は共産主義対資本主義なんですね。そして、ソ連と米国、米ソ対立、冷戦、二極対立ですね。それから現在はソ連が消滅した後はイスラムテロリスト対欧米への自由主義国という二極対立を煽ってるんですね。で、この二極対立の構図っていうのは、彼らが世界支配を拡大してきたやり口なんですよね。アロン・ルソーが言ってるように、あるいはニコラ・ロックフェラーが言ってるように、このアルカイダが主導した 9.11、米国中枢を狙った同時テロの犯人をですね、いくらアフガニスタンとかパキスタン洞窟を捜索して、アルカイダの本人たちを追跡しても敵がいないんだから、要するに自作自演なんだから、アルカイダが首謀者ではないんだよということを彼は言ってるわけですよね。でこの911なぜ自作自演したかといったら、一つはアメリカ人に、いわゆるショックドクトリンとして恐怖を与えて、彼らが何もできないようにするとショック状態にして、で結局愛国法というファシスト的な法律によって逮捕状がなくても誰でも逮捕できるという法律が現在でも適用されてるんですよね。だからファシズム、この911自作自演のテロによってアメリカはファシスト国家になっちゃったと。アメリカの支配層がアメリカの市民の自由、基本的人権、いわゆる憲法を破壊したんですね。それと2番目はアルカイダ、イスラム過激化がこのテロを起こして3000人近い人を殺したということで、そのアルカイダをかくまっているアフガニスタンに911から2ヶ月後ですよ、侵略戦争を開始したというのは、要するに本当にですね、イスラム過激化のアルカイダが無防備のアメリカ中枢にテロを仕掛けて3000人殺したということが911に発生すれば、その犯人、アルカイダであるという真犯人を特定するのにも時間かかるし、そしてそのアルカイダをかくまっているアフガニスタンに、侵略戦争を開始するっていうのは2ヶ月の準備期間では到底できこないわけですよね。事前から周到に準備して2001年9.11 に自作自演で、アルカイダを偽装したでっち上げのテロを起こすというスケジュールの中で2ヶ月後に侵略戦争を起こすということはが事前に知ってたからこそ2ヶ月で、戦争を開始できたんですよね。ということで、それから2013年夏にですね、突然、イラクとシリアの3分の1の土地を占領してイスラム国っていうのがを名乗ったイスラムスンニ派過激派の突然の出現というのは一体何なのかと、
これも米国同時テロと同じように自作自演なんですね。で、米国同時テロの自作自演を行った、まあ、私が言う金融、軍事、宗教、石油マフィアの国際連合体というものですね。で、具体的には、1、米の軍産複合体ネオコン戦争派ですよね。これは9.11の時はブッシュとか、チェイニー副大統領とか、ラムズフェルド国防長官とか、とうとうのいわゆるネオコン派ですよね。政権取っちゃったと。から2番目がロスチャイド、ロックフェラー、国際金融マフィアですね。で、3番目がイスラエル、シオニスト、宗教マフィア。4番目がサウジアラビアなどの産油国、独裁王国、石油マフィアと。この4つが連合体を組んで、現在の世界支配層を構成していると。で、これが、米軍のイラク戦争と、それからその後のイラク政府による徹底的な弾圧を受けた、イラク内のスンニ派、過激派に資金援助をすると。軍事援助をすると。そして、戦略指南をするということで、彼らを使って中東地域にイスラム教対キリスト教、イスラム文明対西洋文明の二極対立を煽って混乱させ、意図的に、地域紛争を巻き起こし、そして、ヨーロッパまで、拡大させ、さらに、世界中に第三次世界大戦勃発させるというために、彼らを雇ったんです。そして実行させた自作、同じように自作自演の謀略なんですよね。で、このことを一切言わないで、現象だけ捉えて、イスラム過激派が、イラクとシリアの3分の1以上を、占拠して、敵の捕虜をですね、公開斬首するとか、貼り付けにするとか、残虐な方法で殺して、その映像をインターネットに流すということで、世界中にいわゆるショックドクトリンを与えるということで、アメリカの同時テロと全く同じですよね。世界の人々に恐怖を与えて、思考停止状態にすると。そして、イスラム過激派に対して、有志連合が爆撃なり掃討作戦をするという二極対立をですね、演出しているということなんですね。で、このような共同通信とか NHK とか、あるいはロイターとかですね、あるいは AP とか、AFP 含めてですね、そういう国際的な大手マスコミ、これは彼らのいわゆる世界支配層が目論む二極対立の現象をですね、そのまま垂れ流して、世界中に、いわゆるイスラム過激化、あるいはイスラム教自体が自分たちに対しての脅威だということを撒き散らしたんですね。ですから、我々はこのようなイスラム過激化による二極対立の仕組み、実は世界規模の戦争と金融恐慌によって、大量の死者、あるいは国民生活を破壊させ、それによって巨万の富を獲得すると。そして最終的には第三次世界大戦の勃発を誘発して、自分たちのワンワールド、自分たちが支配し、であとはもう奴隷化するというような、ニューワールド、政権、世界政府、樹立に向けた動きの一環であるということを我々は見抜かないといけないんですね。ただ単にこのような共同通信のいわゆる世論誘導報道を信じていれば、まんまと彼らの手の内で踊らされちゃうと。いうことですよね。石井さんですね。そうですよ。二極対立、常にそうなんですよ。
二極対立。で、これは、もともとは、ロシアで国際金融マフィアなんかが、マフィアの、その、アムシェル、ロートシルトが初代ですよね。で、彼の息子を、4人を、ロンドンと、からウィーンと、からパリと、それから、ミラノに派遣して、それぞれ、銀行業をさせると、貸し、小売価値をさせると。そして、イギリスの王室とか、それぞれの国の王室に取り入って、経済顧問とか金融顧問して、お金の工面をしてあげるという立場を確保するんですね。そうすると、例えば、イギリスとからフランス仲悪いですから、戦争をすると。すると、巨大な軍事費が必要だから、それぞれイギリス王とフランス王が自分の経済顧問であるロスチャイルの、それぞれのロスチャイルに融資を頼むと。そうするとロスチャイルは金利をつけてですね、イギリスのロスチャイルはイギリスの王様に、資金を提供すると。で、フランスのロシアではフランスの王様に高い利子をつけて、戦費を融通するということで、結局どっちが勝ってもロシア全体としては儲かると。で、たとえフランスがイギリスに負けたとしても、フランス王からですね、負けたフランス王から当然ながら担保を取るわけですよね。で、負けても損はないということで、結局二極対立なんです。ヘーゲルの弁証法の手法の相互作用ということで頭いいですよね。シカゴさん、イラン攻撃を目論む。イスラエルにとって潜水艦をイランの近くに配備するためにイエメンは重要と。なるほど。イエメンのアルカイダ系がフランス銃撃で犯行声明、預言者侮辱に報復。ああ、これはいつまでなんですかね。K さん、マイクロチップで世界中の人間を管理したいという。から、おそらく彼らは第三次世界大戦を勃発させるということの目的の一つは、アーロン・ルッソが、このインタビューの中で言っているように、人口を半分に削減させるというあれがあるんでしょうね。ですから、人口が今70億だと。70億っていうのは支配するには多すぎると、彼にとってですよ。で、半分でいいと。で、半減させるには、一番効率いいのが原爆核兵器だということで、第三次世界大戦の一つの大きな目標は人類の半減でしょうね。それと、彼らの世界政府、世界統一政府の樹立に異議を申し立てる人を第三次世界大戦で殺し合うと。そして戦争によって莫大な儲けが軍需産業に入るということじゃないですかね。だからその実態をが分からないように、この共同通信の一般的なイスラム過激派が世界を混乱の中に追い込んでいるという一方的な解釈の報道であれば、その裏に誰が意図的にやってるのかっていうことが一切隠されちゃうんですね。で、これは明治維新がいわゆる一般的に僕らが学校で教科書で、学んだのは、アジアで初めての近代的市民革命が起こって、それによって日本は封建制度から近代国家への幕開けをしたんだというような論調がずっと学校の中で、試験なんかでもそれに反するようなことを書くとペケになるんですよね。でも実際は何なのかというと、まさにこの911同時テロとか、あるいはイスラム国と同じように、当時のイギリス政府
ロシアの国際金マフィア、彼らがいわゆる 非差別の下級武士、特に、山口県田伏村に潜んでた、いわゆる朝鮮部落の者たちに目をつけて、彼らのいわゆる江戸幕府あるいは封建体制に対する恨みですよね、もう何百年続いている恨みを晴らさせるという彼らのいわゆる何て言うんですか、恨みの情念を利用して彼らに資金提供し軍事援助し、戦略指南をして、それで軍事クーデターを起こさせて、それで二人の天皇を殺して殺させて、それで明治天皇を田伏村出身の大物虎之助に差し替えて、彼をずっとですね明治天皇だと言って偽装させたというのと、この911の自作自演のテロと、からイスラム国の現在の暴虐の限りを尽くしているテロもずっと同じなんですよね、はい、構造はね、ということですね。資料長瀬さんコンティニューコインですね、から K さんコンティニューコイン、シカゴさん共同通信、あ、時事通信、電通、CIA、ロックフェラー資本、下部組織と、からタワード・ムワートン、シャルリー・エブド襲撃事件に関してどうお考えでしょうか、ミニ911のような気がしますということで、これは一つはあれですよね、このシャルリー・エブド自身が例えばキリスト教、ローマ法王を風刺するとかね、それと同じバランスで、ムハンマドを批判すると、あるいは風刺するというバランスを取った風刺をやってればいいと思うんですけど、非常にこう偏って、やってたという感じがするんですよね。だからキリスト教の批判とそれからイスラム教の批判両方やると、あるいは仏教の批判とか創価学会の批判とかですね、宗教批判を全般をバランスよくやってればよかったと思うんですけど、シャルリー・エブドの場合はなぜかムハンマドに集中しているということで、狙われたということはあると思うんですね。で、もう二つ目は要するに格好の攻撃材料としてシャルリー・エブドが選ばれたと。そしてイスラム過激派とはこれほどいわゆる西洋文明に対して、テロで、攻撃するような野蛮な組織であるということで、この二国対立を煽るために、利用したという面もあると思うんですね。ミニ911のようになったやらせってことですよね。その可能性が非常に強いですよね。豪雨対策10分で終了と、人命より安保優先した安倍首相ということで、ひどいもんですよね。所詮彼の正体がそんなもんですよ。国民の生命財産を守るなんて全くの大嘘なんですよ。自分たちがやりたい戦争法案をいかにして、騙して国民を騙して、来週にも強行整理させるかということにもう頭がいっぱいなんですね。白長瀬さん、911や原爆投下の時間身体実験で分かります、国家は国民の命を守る気は全くないと、10万でも20万でも見殺しできると。そうです、だから100万単位で人が死んでも構わないという連中が今の世界支配層なんで、気違いなんですよね。ですから核兵器を使った第三次世界大戦をやるということは100万じゃどうじゃないんですよね。1000万人とか1億人単位で人が死んでも構わないということを彼らは本気で思ったんですよね。ということですね。青木智さん、お茶ですね。から木松さん、エレファントムさん、コンティニューコインですね。書きコメントは、
ケブティンさんへの参考資料ですが、91と同じでイスラエルサウジアラビアとのイエメン攻撃の口実作りのためのシャウリ・エブド事件とだと思いますけど、ね、なるほどね、口実作りですね。国連の3段階ワクチン接種警告、誰もどこも信用できないという計算、なるほど。ということです。現在何分ですか？もう60分44秒ですね。閲覧75名様、計180名様、コメント52件と。タウヒード・ムワーティンさん、ありがとうございます。シカゴさんですね。青木トムさん、こちらですね。ということです。ですから、まあ、今日のメインテーマの最後ですけど、我々はイスラム過激化による二極対立を仕組み、世界規模の戦争と金融恐慌を勃発させ、大量の死者と国民生活破壊によって巨万の富を獲得しようとして隠れている勢力が、巧みにかけるというのは分からないですけど、でも隠れてるんですよ、いるんですよ。それは金融、軍事、宗教、石油 マフィアの国際連合体であると、世界支配層であるということを我々は見抜かなければいけないということですね。Kさん、国家は国際金融資本家たちが作った儲けの道具と思えてきましたねと。今の日本の政権官僚は彼らの言いなりで、しかも劣化したタブスの子孫たちと、自民中心メンバーということですね。シロトグさん、パチ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 ですね。はい、今日のトピックスですね。記録的洪水が起きているのに安倍首相が災害対策を、先ほどコメント欄にアップしていただいたやつと同じですね。リテラですね。だから例のあれじゃないですか、川野倒幕議長が去年の12月ですか、アメリカに行って向こうの陸軍の総参謀長があって、得意げにですね、まだ法案も何にもできてないのに、この戦争法案が来年というか今年の夏までに仕上げますよというふうに大ボラを吹いたということが、ちゃんとした議事録に載っちゃってるということで、結局とぼけていったんですけど、省内にあるということで、彼らが嘘ついていったのがバレたということですね。ミューさん、今日もありがとうございますと、後で録画見させていただきますということで、はい、よろしくお願いします。それから2番目、日本攻撃、呼びかけ、イスラム国機関紙ということで、共同通信11日、過激化組織イスラム国は10日までにインターネット上で発行する英字機関紙ダビクの最新号で、米国が主導する組織への軍事作戦固有の決意に加わる連合国の一員として日本を名指しし、イラクやシリアでの戦闘に参加できない支持者に日本の外交施設をボスニアやマレーシア、インドネシアで狙いなどと呼びかけたと。記事は米国とイラン、シリア、ロシアを含めた国際的な連合国との戦いを特集、米国務省が対イスラム国の取り組みに加わったパートナーを列挙した資料を引用し、日本を含め62の国と地域機関を連合国の公式メンバーと位置づけたと。末尾部分でイラクやシリアに来られない支持者に対し、米国内での攻撃のほか、イスラム圏に滞在するパナマ、日本、サウジアラビアの外交施設、湾岸諸国への攻撃を呼びかけたということで、だからもうイスラム国のテロがこのように、実現化しつつあると。これはもう全部安倍晋三の責任ですよ。彼がイスラム国に米軍の有志連合に参加すると、で資金援助もするというふうに、得意になってですね、カイロで、声明を出した。そのおかげで、2人の日本人の捕虜が拉致されている、お二人が殺されたということですよね。だからもういよいよそのことのあれが、日本へのテロ攻撃
が実現されてきた。ミュウさん、山口さんの情報発信をブログで紹介していますが、好評でいつもよりたくさんの、ありがとうございます。1000万人届くように、ぜひやりたいですよね。要するに国民が覚醒するしかないんですよね。覚醒して、とんでもない、歴代自民党政権を含めた今の安倍自公ファシスト政権を打倒すると、投票によってですね、もう二度と政権なんか取らせないと。で、彼らを支えている、いわゆる支持基盤としての、明治維新から現在の続く田伏マフィア、およびでっち上げ天皇制と田伏システム、日本国民の支配と搾取の構造、基本構造である、それを根本的に解体するための市民革命が必要であり、そのことによって、市民革命政権を樹立して、根本的な支配と搾取の構造を解体するということしか我々に残ってないんですね。そうしないと本当殺されるよということですよね。日本攻撃呼びかけ、イスラム国機関紙ということで、いよいよあれですよね、現実化してきましたね。から、これですね、安保法案成立先取りの決議案、地元首相の下関市議会という、とんでもないですよね、下関っていうのが安倍晋三の地元ですから。だから、田伏マフィアが市議会を牛耳ってんですね、自民党の。それが、平和安全法制の速やかな確立に関する決議案と題し、与党賛成多数で可決しちゃった。野党会派は法案可決を見込んだ議案など聞いたことがないと反発していると。だからそういう指令を出したんですよ、安倍が。市議会でこの法案を早く国会で成立させる決議案を下関市議会で出させたというところですね。それから政権崩壊の決定打、税金還付システムに血税3000億円の具だった。これは日韓現代ですね。3000億かけて、要するに還付金をそのマイナンバーと結びつけて、還付金すべての資料を保管するなんか政府機関を新たに設けると。そのために3000億必要だってバカじゃないかと思うね。なんていうあれでしたかね、ポイント還元、ポイント還元で、ですから買い物するときに自分のマイナンバーをカードかなんかを見せて、その番号があると後から1人4000円を上限にして還元されるということで、それを管理するために、なんか新たな政府機関を設けるんですよね。で、そのためにシステム整備のために3000億です。なんだっけ、軽減ポイント蓄積センターですと。軽減ポイント蓄積センターっていう、また天下り先を作るんですね。そのために3000億必要だと。もうとんでもないですね。これを、から今日の重要情報ですね。これはハンギョレ新聞で、マイナンバー制度っていうのは韓国ですでに導入されてるんですね。それプラス、この記事読むと衝撃的なんですけど、韓国は全国民の10市の指紋登録がされてるんです。
指紋登録と住民番号確保でもう完全に韓国では徹底した個人の監視体系が出来上がっている。ですから日本もこのキル・ユンヒョン特派員の記事ですけど、このマイナンバー制の次に来るのは国民の重視の指紋登録ですよ。ここまで来るでしょうね、あいつら。このまま政権を任せてると。延命させると。いうことで、ハンギョレ新聞の、これもなかなか秀逸な記事なんで、ぜひお読みください。これですね、買い物の旅ナンバー、マイナンバー提示ですって。日本版、住民登録番号で物議というハンギョレ新聞。それから、今日の注目情報、デモクラシーナウの9日ですね、9月9日付記事で、ドイツ国会議員難民危機の原因は米国主導の中東での戦争って、まさにそうなんです。これですよ。これ言わないとダメなんですよ。ミュウさん、指紋登録もしそうですね、恐ろしいと。これは完全に北村はじめとか、あの辺の公安官僚が次の、いわゆる特定秘密保護法の次に、狙ってんでしょうね。ということで、これはドイツの国会議員がよく言ってるよね。だからまさにそうですよ。この難民が今こういう悲惨な状況で、最後の望みとしてヨーロッパに、流れ込んでるということの原因は一体誰が作ったと。同時テロのブッシュ、ネオコン、ラムズフェルド、チェイニー、ウォルフォーウィッツ等々のネオコンですよ。そのことをちゃんと言えよって言うんですよね。国会議員にしても、大手マスコミにしてもそのことを言わないんですよね。イスラム過激派がやったというでっち上げそのまま流しているということですね。で、2番目、デモクラシーナウ、ヨーロッパを解放せよ、移住者を受け入れよう、元欧州委員会、アドバイザーが国連の解放を要請、国境の解放、そうですよ、国境の解放なんですよ。これ、ぜひ、あれですね、デモクラシーナウの9月9日付の今、アップしました URL で、この、5つか、今、タイトルだけ言いますね。だから同胞を作って米国をもっと多くの戦争難民の定住地にと、シリア系アメリカ人から米国政府へのメッセージと。アメリカはたかだか1万人ぐらいしか受け入れないんですね。ドイツが50万とか80万受け入れると。からフランスが20万とか。アメリカは自分たちが原因を作って、それでも渋々1万人受け入れると。から4、安全な場所はないと、暴力から逃れてシリア難民が語る悲惨な船の旅と。から5つ目、守るべきは国境ではなく人々、マケドニアとギリシャの国境からレポートということですね。だから、ぜひ、デモクラシーナウン、これを お読みくださいということですね。シカゴさん、警視庁が1040万人分の指紋データを米国へ、アメリカに差し出してるんだ。すごいね。米国の要請で7割強は無罪確定、薬不正になった人たち。もうため息がつきますよね。こういう情報を見るとね。ということで、今日の金曜日の放送は終わりです。74分12秒、閲覧の75名様、計210名様、コメント68件と、たくさんのコンティニューコメント、それからお茶ですね、いただいてありがとうございます。今日は14年前に2001年 9月11日にでっち上げ、自作自演の 9.11 カッコつき米国中枢同時テロが起こったと。でそれが大手マスコミ、電通、 NHK、 時事通信、あるいは AP とか AFP とかロイターとか等々、あるいは日本の読売とか産経とか日経とか朝日、もう東京新聞含めて全部ですよね、大手マスコミ全部、この自作自演だってことを言わないと。ため息ですよね。言わないで隠してるんですね。それであくまでも
イスラム過激化がやったんだというでっち上げの情報を嘘を流してる。ですから我々賢明な普通の市民というのはそんな嘘に、騙されないよと。実はアメリカ支配層、世界支配層が金を出して、軍事援助して、戦略指南して彼らをわざと仕向けてるんだと。だから明治維新と全く同じ構図が今でも繰り返されているということを見抜かないといけないということが今日のメインテーマでしたね。ということで、明日はお休みで、日曜日午後2時3時で、ワイワイニュースライブ週刊レポートをお送りしますので、ぜひ、お聞きください。そしてコメントをたくさんくださいということです。どうもお疲れ様でした。これで終わりです。藤田議員がそうですね、911暴露したんですけど、この藤田さんっていうのは落選しちゃったんじゃないですか。ミュウさん配信ありがとうございましたということですね。どうもお疲れ様でした。長い間また明後日ですね、よろしくお願いします。